九条リンダ。もしもーし。うむ、何が楽しい、何が面白い、命を何だと思っているんだ。どうして忘れる。おいおい、なんだか面白いことになってるな。戦ったの？今から出陣か。こいつが！そんな、まさか！柱ですら誰も接触したことがないというのに！信用しない、信用しない。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは思えないです。日の神神楽演武、とっさに出たのが子供の時に見た神楽でした。なるほど。なぜかかまどくんのお父さんは火の呼吸を使っていた。実は俺の子供の頃の話になるんですが。ふむふむ、私も司祭は分からなくて、炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない。縁柱の煉獄さんなら知っていることがあるかもしれませんが。うむ、だが知らん。火の神神楽という言葉も初耳だ。すみません、一つ聞きたいことがあって。俺か。俺は畑かかしって名前だ。将来の夢って言われてるな。なら今日から忍びの修行だな。あらあら、それでは大将こそこそ噂話。さようなら。Okay guys, thanks for watching my video.If you like this video, please press subscribe because your support it will make me feel happy to always update my video. After all, I'm Kujorin. See you later.